開票結果が未明までもつれ込む激戦になった参院選の北海道選挙区。与党が2議席、野党が1議席を獲得しました。一夜明け当選した3人が国政への意気込みを語りました。皆様のご信頼を得られるように、これからも今日からまたスタートさせていただきたい。3回連続でトップ当選した自民党の長谷川学氏。自民党は6年前、長谷川氏の1議席にとどまったものの、今回は票が振り分けられ2議席を獲得しました。自民党2議席必要だよねと思っていただけたんじゃないかなと思います。長谷川氏は銃弾に倒れた安倍元総理の通夜に出席するため東京に向かいました。ありがとう。選挙区では全国で一番最後に当選を決めた自民党の新人、船橋利光氏。事務所に到着するとまずは安倍元総理の遺影に手を合わせました。これも昨日当選当確が出てですね、電話いただいて、毎回遅いなという決まってよかったよかったと、いうふうに、はい、参議院議員としてまず取り組む課題については、物価高騰の部分だと思いますね。で特に、北海道の場合はやはり一次産業ですから、農家、特に今農家の皆さん方への支援ですね。それと観光もやはりあちこち見て歩いてましたら、かなり入り込みにばらつきがありますし、今まで政府がやってきているさまざまな支援策だけでは足りないという印象もありますから。立憲民主党の徳永恵理氏、自宅で新聞をチェックした後、議席を大幅に減らすことになった参院選を振り返りました。やっぱり支持率見てても自民党が圧倒的に支持高いですよね。こういう結果になるのかな。毎朝のルーティーンはお香を炊くこと。今日は白檀の香りに包まれながらゆっくりと当選をかみしめる。そんな時間も早々に。スーツにモードチェンジして支援団体に挨拶回りへ。3期目の議員生活はすぐに始まります。我々にとっては大変厳しい国会になると思いますから、その厳しい国会の中で、いかに立憲民主党の存在感を示していくかという意味では、自分自身も相当努力しなきゃいけないなと思っていますから。